浩司さん、いつもありがとうございます。今日は浩司さんからメールをいただきまして、いろいろと教えていただきました。今日教えていただいたのは山本太郎さんについてですね。実はね、折しもただいま山本太郎さんに会ってきました。このようにね、チラシもいただいて、これですか、チラシもいただいてね、それからこう T シャツもね買ってきました。で、山本太郎さんの本ですね、本も買ってきたんですよね。ちょ、2冊今夜中に読もうかと思いまして、はい、ということでお知らせいただきましたけども、本当ありがとうございます。で、山本太郎さんの事務所は、そうですね、調べればわかるんですけども、せっかくねお知らせいただいたんで、こちらの方も書き留めておこうかと思います。なんか今日はね、街頭演説があったんで、ちょっと行ってですね、質問してご挨拶してきました。今日の質問はまた後ほど動画にすると思いますけども、今やってる私のね、 YouTube としての活動をお知らせして、他に私はどんなことをすればいいでしょうかってことを聞いたんですよね。まあそれに対しては、まっとうというかね、的確なアドバイスいただきましたので、明日から早速ね、行動に移していこうかと思います。山本太郎さんはやっぱりね、全ての国民にやっぱ10万円配れと、感染症が収まるまで、これね。で、これは財政的に可能だってこともね、何度も何度も外線で言われてましたけども、本当に私その通りだと思うんですよ。で、あとはね、コロナを災害指定にして、いろんな保障を国から出すってこととかね。当たり前だと思うんですよね。で、こういう時に、私たちが、お支払いした税金が生かされるっていうところもありますし、あとやっぱね、少子高齢化でこれから人口が減る時に、命を守っていくって、国民の生命や財産を守ることって、やっぱ国の仕事だと思うんですよね。だからそういう活動に、なんていうんですかね、きちんと向き合ってくださる方に国政をね、お預けしたいなってところもあります。残念ながら今の政党はそうではないので、私たちが令和新選組とは言いませんけどもね、私たちがこの人たちだったら自分たちの国を任しても大丈夫だろうっていう人に投票しなければならなかったってことですね。で、投票以外にも私たちにできることがあります。引き続きやっていこうと思います。官邸にメールをしたりとかね、それから各種事務所に電話で、自分たちの国民の声、苦しい窮状とかね、これを届けていくことだと思います。以上ですかね。よろしくお願いします。